こんにちはバロンズダイジェスト編集人の川田ですここでは米国の著名投資週刊誌「バロンズ」の日本語版「バロンズ・ダイジェスト」10月11日号の読みどころをご紹介いたします。さて、マーケットどうなりましたか。まあこんな感じですかね。えっと、先週株価ずいぶん好調だったんですよね。ダ、え、ウ、ー・ SP が3%台。 ナスダックは4.6%上昇しましたですよね。まあ、こんな感じですあの。9月2日につけた高値に、ダ、え、ウ、ー、と,と SP はもうし少しですね、ナスダックが5%ぐらいあのもう間ありましたですか、この間、ナスダックの方が戻りは鈍かったんですよね。でここ見ていただきますと、えー、3月に、えー 月間で下落したんですが、その後ずっと上がって、9月にまた下落。で、まあ、10月も最初は安い時ありましたですけども、今となってはきっちり月間ベースでプラスになっていると。まあ、10月から11、12はですね、1年を通してパフォーマンスがいいという季節でもありますので、えー、まあ期待できるということになります。では、何が起こっているのかっていうのは、またおいおいいきますが、1番のカバーストーリーですけども、 このですね、市場の物色対象が変わるかもしれないという記事なんですよね。で特にこの中で言っておりますのは、えー、資本財セクター、えー、と情報技術、ハイテクセクターを比べてですね、まあ、この10年間はハイテクセクターが、えー、資本財セクターをずっとアウトパフォームしてきたがそれが逆になるかもしれないということなんですよね。で、えー、それはなんでかというようなことなんですけどもね。 えー、テクノロジーが促す産業革命で資本財メーカーがその恩恵を享受できるそういうステージに来ているかもしれない、まあ、そ,うそうなんじゃないかとでそのキーワードはです、ね、電化、自動化、データこの3つだというんですよねでここがどうしますかこれがですね今日のこの記事の中で、えー、取り上げられている銘柄,の銘柄5つなんですが まあご覧いただきますと、分かりますように、ラッセル3000、これはすべての銘柄の中で、えーっと、ナスダックコンポジット、これ製造業の方がですねうが、えー、出遅れてるっていうようなことを言ってるわけです。でこれが SP500 の11セクターの中の資本財セクター、えーまあ、ユニオンパシフィックから始まりまして、この中で言われている、この記事の中で言われている銘柄としては、このキャタピラーが入っておりますが、 おおむねこんなような 3M、ロッキード、まあ、防衛銘柄、それからボーイングという、まあ、こういう銘柄で構成されております。で、今申し上げた、SP500 と資本財、それから情報技術、この3セクターの株価パフォーマンスを過去10年にわたって、まあ、相対パフォーマンスを見ますと、これが情報技術、まあ、突出してるわけですよね。これが SP500 で、これが資本材と。まあ、資本材と SP500 はですね、えー、まあ、おおむねなんか歩調を合わすようなことになっておりますですね。で、えー、ここが、まあ、長いスパンで見た、これは、えー、っと、マックス、十二20年ぐらいですか、1900、2000年からですから、この、ここのあたりはですねし、えー、ハイテクの方が良かった。でも、このあたりは資本材。 でこの金融危機の後はですね、基本的にはハイテクが良かった、えー、それがですね、えー、まあ逆転するんじゃないかということですね。と言いますのは、えー、1980年代は商業建設ブームで資本大セクターが優勢だった、90年代に入りますとハイテクバブルで情報技術、2000年代は中国が 世界貿易機関 WTO に加盟したことでインフラ投資が急増して資本財メーカーが潤ったそれからその後2010年代は今言ったようなことですでこの3つのキーワード、まあ、電化なんですけども、まあ、再生可能エネルギーから電気自動車へのシフトということでですね電動化技術を持つ企業がですね、えー、まあ享受するんじゃないかその恩恵を受けるんじゃないかと ま、化石燃料、まあ、石油ガスですよねここへの探査支出っていうのは近年大幅に減少していて、えー、一方で、えー、再生可能エネルギーここへの支出が急増しているとその恩恵を受け,被るのがです、ね、受けるのがこういう資本財セクターの中にあるということなんですよねで2番目の、えー、この自動化これオートメーションですよねこれは、まあ これまでもあったんですけども、今後ますます加速し続けるんじゃないか、このところの恩恵もこれらの銘柄が受けると、それからデータ、これがでかいと思うんですが、まあ、自動化、クラウドベースのテクノロジーの爆発的な普及と相まって、まあ、データが価値だと、なんかデータは現代の石油みたいなことを言われてるときもありますが、これを収集、処理してそ、それをもって収入に変えると。 いいうよううよな機会が増えるということこですあの。具体的にこの記事で言ってるのは中央から離れた製造現場で、まあ、プロセスを分析するいわゆるエッジコンピューティングこれを駆使してですね、えー、クラウドやソフトウェア企業の収益モデルがですね、えー、ではですねリカリングあの、まあ、サブスクモデルみたいなものですよね契約ベースで繰り返し収入が得られる ここういういビジネスモデルを享受することがで、きるということですでえここで言われてるう電化、自動化、データ、この3つのトレンドに乗って、好、えー、業績を上げる銘柄が、先ほどの5銘柄なんですが、えー、フランスのですね、シュナイダーエレクトリック、電気自動化製品メーカーなんですよね。それから 産業機器のイートン、それから、研究メーカー、キャタピラー、これはご存知の方、多いと思います。それから特殊工事請負い会社のクワンタサービシズ、それから最後はですね、世界最大の産業自動,自動化機器専用メーカー、ロックウェル、こういうところがですね取り上げられております。で株価を見ますと、これ、ロックウェルでももう史上最高値。 ですよねこれは。それからイートン、これもすごい。それからキャタピラーもまたすごいというようなことで、あの情報技術銘柄が、プラットフォーマー含めたですね、えー、ハイテク銘柄が、ですねちょっとおとなしいなと思った,思ったところに、ですねこういう銘柄が実は新年を切ってたというのが現実です。どうしてもなんかこういうところに目が、まあ、こういうところに目が行くのが、 プロのファンドマネージャー、それからまあ個人投資家の中でもつぶさに銘柄を見ている人たちなんでしょうね。で、これはですね、キャタピラーと小松、まあ、日本人の場合はキャタピラーと聞くと小松を思い浮かべるので、それで、えー、この2つの会社の株価を、まあ、2008年っていいますから、12年間ぐらいですか、あの相対比較、まあ、ただ小松はドル建ての ADR を持ってきました。 これ見ますとですね、キャットが上の方です。あの12年で株価は、キャタピラは2.2倍になってますが、小松はまあ基本的には横ばい12%プラスということなんですよね。まあ、なかなか、えー、難しいですねという、これ以上はなかなか <laughs> ですね。で、実はですね、次、2番、3番の記事なんですけども、どちらも運用会社の記事です。 このモルガン・スタンレーがこのイートン・バウンスの買収をですね先週ですか、70億ドルって言いますから8000億円弱、7000数百億円で発表したんですよね。で資産運用業界はあのバロンズ・ダイジェストでも先週一度一度と言いますか折に触れ,触れ取り上げていますが、まあ、あのネルソン・ペレツというアクティビストがイートン・バウンスと ジャナス・ヘンダーソン、この株を両方を買って、ですね業界再編を両者を統合させようとしてるんじゃないか、それで株価が急騰したっていうのが先週のバロンズ・ダイジェストなんですが、その矢継ぎ早にです、ね、今度はあモルガン・スタンレーがあーイートン・バンスを買収すると発表したんですよね。で株価、40ドル台から60ドルぐらいかな、まあ、冒頭しましたが、モルガン・スタンレーは、 ネット証券の e トレードフィナンシャルを買収にしたんですが、これに続く、まあ、あの業界の,あの、今度は運用業界への、えー、買収を実施しています、まあ。ますます業界再編に加速が,が加速しているということですね。で、それと同時に、ですねこのアライアンス・バーンスタインがですね、まあ、人気だよというようなことでですね。 えまあ一色の銘柄とということで取りり上げております、まあ、資産運用業界はどうしてもアクティブマネージャーへの手数料が低下圧力それからまあ実際アクティブマネージャーのパフォーマンスが振るわないっていうのが私はこれが一番大きいんじゃないかと思うんですが、えー、まあとコスト高コスト構造ですねそういうことで A と B をくっつけて重複部分のコストをか削ると削減することでよによって株価のパフォーマンスを上げるという こここういういとが業界で起こっておりますあの。アライアンス・バンスタインは日本にもあったと思いますが、えっと、これ2000年にグロス志向の成長株志向のアライアンス・キャピタル・マネジメントとバリュー株志向のサンフォード・バンスタインが合併したんですよね。で、機関投資家や個人富裕層相手にですね、約70兆円ぐらいの資金を運用しております。まあ ここの提供する商品はです、ね、ずいぶん好調だということなんですけども、まあ、そんなにそんなに好調、アクティブがです、ね、ずっとパフォーマンスが続くというのはなかなかないのが、この業界の現状ということになります。また、この会社はです、ね、パートナーシップを,を取っておりまして、このパートナーシップが上場しているという、まあ、珍しい,い,い形態なんですけども、まあ、あの大株主はあのエクイタブルという保険会社です。 これがもうこの会社を買い取るんじゃないかと。まあ、これもまた業界再編かなということになります。この記事で言われている5銘柄は、えー、アライアンス・バーンスタイン、それからブラックロック、それからフランクリンという、こ,こ,こういう感じで続くんですが、あの時価総額、ここのところを見ていただきますと、このブラックロックは1000億1兆、10兆円ぐらいの時価総額で、これ業界最大,大手ですかね。 ティーロプライスも4兆円弱、3兆数千億ありますが、他はインベスコなんかは6ね、六千億円、7千億円 <laughs> ということで、サライアンス・バーンスタインも3千億円ぐらいしかないと、運用会社って、まあ、さっき言いました、70兆円ぐらい運用してるのに、時価総額は、まあ、あの3の三千億円とか、そんな感じなんですよね。そういう意味で、あのまあ、入ってきたお金はすぐに出る。 まあそういうような性質からしますと、ですねなかなか高く評価できないという業態でもあります。それからこれが、ですね米系独立系運用資産のアセットアンダーマネジメント、運用資産のランキングで、まあ、ブラックロックが 700, 700兆円ぐらい、次にやっぱりパッシブ、ETF で、えー、有力なバンガード、それからまあフェデリティとくるわけです。フェデリティは非公開ですね。それからキャピタル、これが200兆円ぐらいかな。 からフランンス系のアムンディとこういういうになりますで、えー、下の方行きますと、ティーロープライス8番7番、8番で今申し上げているようなインベスコティーロープライスが出てきます。ここら辺で1何0兆円あるんですよね。まあ、日本の運用会社から比べると随分大きいのですが、それでもまあ買収の嵐の中にさらされるというのがアメリカの運用業界の現実です。で、これがえっと過去5年間の株価の 相対比較ですが、この水色が SP500、まあ、このチャートでいきますと、ローソク足が SP500 で、これに似たような、もしくはこれよりいいパフォーマンスを上げているのが、ブラックロックとティーロープライス、この2つがいいんですよね。あとの真ん中、踏ん張っているのがアライアンス・バーンスタインですよね。それからあとはこの 2つは低迷ということで、これがあのまあ買収の、どうしても株主から見ると物足らないという銘柄です。それから4番に行きます。4番の記事はですね、アメリカンドリーム、まあ、アメリカに製造業を戻そうよというような国内回帰についての記事なんですよね。で、今までですね、アメリカの株主はですね、 その製造業が利益を求め、それから最適なそのその製造値を求めてです、ね、海外進出、これをです、ねえー、っと長年応援してきたということなんですよね。しかし、この今新型コロナ危機をきっかけにといいますか、米国企業の経営者が多様化や耐久化を犠牲にしてまでも効率化と,、えー、っとコスト削減を追,追求してきたことで、 まあ米国経済が非常に脆弱化しているこれは、まあ、トランプで大,統領大統領が出てきた時も同じこと言われてるんですけどもそれ,はそれがですねいよいよ本格的に議論され実施,実,実施されるそういうような機運になったということなんですよね。一方でですね一旦外に海外進出してそこにまあ定着してそこでまたサプライチェーンをですね 構築いたしますと、えー、なかなか国内回帰っていうのはハードルが高くなる、実際にですね、えー、米国の製造業者の71%はですね中国から撤退する計画はないとか、それから一部でも中米国に移転すると答えたのは4%に過ぎないとか。 そういうような答えが出てきてるんですよね。まあ、企業からしますとですね、あのアメリカがものづくりに不利だから外で出て行って多額の投資をしたのに、それでまた帰ってこいというのかというような、それは株主のことだけの観点からしますと、そういうようなことかと思います。で、このサプライチェーン調達方法、これにはやっぱりもう長年の、まあ努力、ノウハウ、そういうものがあの埋め込まれている。 それをもううう回逆戻りすすするっていいのはででね、ね。なかななかか大変だということこんですよ、ね、で民,主党民主党も共和党もですね、この国内経済再生、製造業再生については一致してるんですが、まあ、その方策についてはあの異なっておりましてバイデン候補は米国製品に対する連邦政府,政府の支出増だとか研究開発支援だとか,それから海外移転を抑制する税制などを唱えております。 一方、トランプ大統領はですね、えー、法人税減税、それから国内投資を喚起するための規制緩和、それから輸入品への課税ということになりますよね。なんかね、この記事ですとエレクトロニクスだとか医薬品などの資本集約型のセクターではあの不可能なことではないということなんですが、えー、むしろ特定の産業では投資家に恩恵をもたらすかもしれない。 ただし、いずれにしてもですね、えー、っと成功の鍵は、えー、国民がこの長期戦略を、まあ、受け入れることそれから投資家がそのコストを払う,う意欲があること、まあ、こういうようなことらしいんですよね。でいずれにしてもこの大胆な政策変更を伴わない限りはですね、こういうことは実現しないというようなことをこの記事では言っています。この いくつかチャートがあるんですが、えっと、収入の伸び、1990年からの収入の伸びではです、ね、経済全体に占める製造業は出遅れているというこのチャートです。それから、キャパシティ、製造能力でも製で造、ねえー、業はあのなんかこう落ち込んでいるというようなことです。それから、えー、輸入と輸出の中で、GDP に占める比率ですけども、 えとこの輸入が増えてあの、水準が高いというようなことで、えーまあ、このチャートがあります。それから、これはあの90年代半ば以降ですね、えー、と米国企業の子会社の伸びからの利益の伸びが、まあ、3割を占めるということで、まあ、海外からの,あの利益が 親会社の利益も支えているという構図ですそれからここは半導体設計銘柄だとかファウンドリーの専用銘柄はこれらの株価のパフォーマンスは垂直統合のインテルよりもまあいいというようなことなんですよね。銘柄で出てくるのは台湾セミだとかアドバンストマイクロそれからサムスンこれらがインテルよりもいいということになっております。それから えっと、医薬品の場合はですね、えー、米国に輸入されるんですが、その輸出値はですね、多くはタックスヘイブンの国や地域からということを物語っております。から5番目のファイザーの記事。これはですね、えー、っと、ファイザーの政府に対する訴訟が医薬品価格に激震となる可能性ということで、何を言ってるかというと、なんかね、メディケア受給者のために ファイザーが作っている、えー、この薬、心臓疾患治療薬があるんですが、この治療薬がずいぶん高いんですが、この自己負担分をファイザーが支援,援助できるように、えーまあ、こういう団体がです、ね、負担していると、それを、その,のメディケアの受給、これ言いますとです、ね、メディケアの受給者に対する自己負担分を製薬会社が直接、 直接的に支援することを禁止し製薬会社の独立系の患者支援慈善団体に対する資金提供を制限する連邦政府の政策は米国の憲法修正第1条に抵触するとファイザーは訴えてるということらしいんですよね。で結局何を言ってるかというとファイザーがその患者の自己負担分を援助することでですね えーまあ、結果的に高い薬を買わされていると、えー、その政府が買わされている、それを負担しているのは国民だという、こういうような構図なんですよね。でこのこの、この記事のことをね、このなんか比較的難しいことを言っていますので、記事でじっくりご覧いただければと思います。で、この6番と7番はどちらもですね、 株式市場のことを言ってるんですけども、えー、要は、えー、冒頭言いましたですね、バイデン大統領が、バイデン候補が大統領になり、上下院ともに民主党が席巻しても、ですね株価、その場合、株価どうなるのかというようなことについての分析なんですよね。まあ、結論から言いますと、ですね、えー、なんかだんだん慣れてきた。 トランプじゃなくてもいいんじゃないかという市場が思っているということなんですけども、こればっかしはですね、私はもうなんとも分かりません。えー、実際、トランプあの、バイデン候補が有利だと、これまでにない今、えーまあ、選挙の予想ではですねリードを広げているんですが、私は何とも言えないと思っております。それからですね。えっ、ー、と ちょっと待ってくださいね。ここが。で、次に行きますと、えー、っと、このですね、この6番、7番がその記事です。8番の記事は、これはギグエコノミー将来を、あの要はこれはリフトだとか、ウーバーがですね、従業員をコントラクター、業務委託の人とするか、 えそれから正社員として扱わないとダメかというようなことに対する住民投票の記事ですこの結果によってはですねこの Uber だとかリフトの株価に大きく影響を与えるというそういう記事でありますこんな感じでまあ、どちらの株価もさえないんですけども Uber の場合はまだ Uber Eats とかやっててですねまだ株価が救われてるんですけどもリフトはあのあののライドシェアリング専用ですので こんな感じでダラ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 下げております9番はですね米国株が米ドルを救うということで、まあ、ここで言っているのはですね、えーっとまあ、スティーブン・ローチなんかが出てきて、えー、元あのモルガン・スタンデルのチーフエコノミストのスティーブン・ローチさんなんかが FT で、まあ、ドルの暴落が迫っているというようなことをおこういう趣旨の記事を書いているんですよね。まあ、要は、えーっと 新型コロナウイルスの影響で失われた収入と失業分を補うため、えー、連邦財政赤字はまあ、いぶ膨らんでいると、まあ、それを補うために外国資本が必要になる、まあ、そんなことでですねドルの、ドルの下落が必至だというようなことを言ってるんですけども、この記事では、いや、そうじゃないよと、えー、米国の場合は株価が好調だから、これに対する外国資本が入ってくるかもしれない。だだから、まあ、大丈夫だと。 いうような記事なんですよね。から、えっ、ー、と、最後になりますが、えっ、ー、と、この、アップルなんですけども、10番のアップル、まあ、コラムのところですが、えっ、ー、と、5G 対応の iPhone 発売に関する記事です。まあ、次世代通信規格、5G 対応の iPhone の発売に関する発表が、今週ですよね。 10月13日に迫っています。過去の販売例からあ新型 iPhone は、えー、10月の23日から25日の週末に発売される模様だということです。しかし、えー、世界的な不景気に加え 5G シ,システムが消費者の体験を劇的に変えるかどうかは不透明なため、えー、不明なため 2014年の iPhone6 発売時のような買い替えのスーパーサイクルを引き起こすかどうかこれには疑問が残るという記事です投資家は iPhone12 と iPhonePro が2機種ずつ発売されスクリーンサイズは5.4インチが1機種6.1インチが2機種6.7インチが1機種になると予想している ハイエンド2機種にはトリプルカメラを搭載し、さらに拡張現実 AR、この拡張現実アプリケーションの搭載を可能,し可能にし、新しいゲームの利用をサポートする 3D ライダーって言うんですか、3D ライダースキャナーが搭載され、下位の2機種にはデュアルカメラが搭載されるとしていると。すべての機種が 対応になる見込みだとということです、まあ、私はアップル持ってますけども、そんな高度な機能を使い切れないんで、まあ、よくわかりませんというのが現実です。で、これ株価ですけども、これはアイあの iPhone のからの収入がこうずっとこう横ばいなんですよね、実はね。で、えー、この今年に入っての株価ですが、 ここの記事で言っているスーパーサイクルというのは、ですねこの2014年に2013年の中頃からですか、これ、あの株価、あの権利落ち修正後の株価で、えー、対数です、25ドルが50ドルになるのと、50ドルが100ドルになるのとでは、えー、値,上がりの値上がり率は一緒なので、まあ、これが右肩上がりということは、ほぼ、 同じ率でアップルは上がり始めてる、むしろ今年に入ってからは、ですね上げを加速しているという恐ろしい銘柄なんですが、2014年のスーパーサイクルの時にも、ですねこの2倍以上になってるんでしょうかね、これが30 40ドルぐらいですか、30数ドル、これが10数ドルでしょうから、2倍ぐらいにまあなってるというような、まあ、これが今度またこうなるのかどうか分かりませんが、それぐらい。 アップルに対しては、まあ、あのこのアイフ今度の,の 5G 対応の危機器が、まあ、鍵になるかどうかを見極める時期が近づいているというようなことです。はい、以上です。まあ、あの私、個人的にはですね、このアメリカの製造業の会期とですね、一番目のこの、えー、と資本財がセクターがですね、 ハイテクセクターを上回るのか、まあ、こういうところは随分気になりました。それから、えっ、ー、と資本、えっ、ー、と資産運用業界、ここもですね、ずっと注目しておりまして、日本にも出先ある会社が多いので、まあ、そういうところもずっと注視しております。はい、以上です。今日はこれまでです。ここまでです。あの、またカメラが落ちました。失礼しました。